白坂慎太郎です。このチャンネルは株式投資の中級者以上の方が資産を複利で増やし続けていけるように投資判断に役立つ企業分析を分かりやすく共有している番組です。今回のテーマです。今回はネクソンですね。株価予想ということでやっていきたいと思います。はい、これまでの株価推移なんですけれども、上場してからですね、2021年になって株価が急上昇していって、その後、下落しているという推移になっています。はい、ということで、これまでの経緯なんですけれども、会社が設立されたのが2002年ということで、今から約19年前ですね。で、会社が上場したのが2011年12月14日ということで、今の発行済み株式総数で考えると、635円の価値になっていたということです。はい、で、上場来安値はですね、2012年11月12日ということで、333円ですね。で、上場来高値は今年2021年4月6日で3740円を記録しています。現在は2021年11月12日ということで2337円ですね。なので、上場した2011年から考えると、約9年半で 5.9 倍になった後ですね。その後、約5ヶ月かけて4割下落しているという状態です。はい、ということで、今回の基準ですね、11月12日15時の終値、2337円で考えていきたいと思います。はい、では株価予想ということなんですけれども、まず短期ですね、直近1ヶ月から考えていきたいと思います。はい、約1ヶ月はですね、上昇傾向ということで、4月に上場来高値を記録して、5ヶ月、ずっと株価が下がっていったということですよね。で、そこから、下げ止まりというか反転して、約1ヶ月ですね、10月から11月は上昇傾向というふうになっています。はい、よって、今後も上昇が続く可能性が高いというふうに見ています。はい、ではですね、長期6ヶ月以降ではどうなのかということで、長期を考える上でですね、改めてネクソンという企業についての学びを深めていきたいと思います。はい、ネクソンということで、特色、韓国発祥、PC、パソコン向けオンラインゲーム、センク、2000年に日本進出、中国、韓国経由の売り上げが過半ということで、連結事業はオンラインゲーム等ですね、これはパソコン、PC で遊ぶオンラインゲームということになります。売り上げの 67% ですね。で、モバイル、特にスマホということですけれども、こちらが売り上げの 33% で、海外が売り上げの 97%、逆に言えば日本国内は売り上げの 3% であり、なおかつ赤字でなんですよね。なので、基本的には海外でですね、売り上げと利益を上げている企業ということで、一番分かりやすく端的に言うならばオンラインゲームの会社ということになります。はい、で、資本構成なんですけれども、今回の、ネクソンという会社はですね、3つのうちの真ん中の当社というところですね。ここが今回やっているネクソンという企業になります。で、その上にですね、3段あるうちの一番上ですね、NXC コーポレーションですね。これが韓国の会社ということで、もともとはですね、ここの会社がオンラインゲームの事業をやってたんですけども、結局そのオンラインゲーム事業っていうのを、今回やっているネクソンですね、真ん中の当社って書いてあるネクソンに、はっきり言って事業譲渡して、今 NXC コーポレーションっていうのはもう持ち株会社というか、投資会社になっています。だからオンラインゲーム事業っていうのは NXC コーポレーションはやってないということですよね。で、今回のネクソンの株っていうのを、もともとは 100% 持ってたんですけれども、その 100% 持っていた株のですね、52% ぐらいっていうのはもう売却していて、今は持ち株比率は 48% ということで、なので、厳密に言うと、51% 超えてないので、親会社という形にはなってないということですよね。関連会社という形になっています。なので、一番上の NXC コーポレーションが、韓国系の、持ち株会社ということですね。で、今回やってるのが真ん中の当社ですね。日本で上場している、東京証券取引所に上場しているネクソンといういう会社です。ここはオンラインゲームのですね、管理ですね、はっきり言って開発製造っていうのはほとんどやってないということで、実際子会社関連会社の管理業務が中心ということになります。実際ゲームの企画とか開発とか製造をやってるのは、その日本の東京証券取引所に上場している今回のネクソンというよりは、ネクソンの子会社もしくは関連会社ですね。例えばネクソンコリアコーポレーション、これは韓国にある企業と会社ということになるわけですけれども、この会社とかが結局ゲームの企画開発製造とかっていうのをやってるということです。なので3段あるんですけど、韓国、日本、韓国というふうになってるという形ですね。はい。で、ネクソンの2大代表作ということで、売上と利益はほとんどこの2つの作品で上げていると。実際たくさんの、ゲームのですね、作品っていうのは出してるんですけど、実際売上と利益の中心っていうのはもう実質、2つの、関連製品で出してるということですね。1つはメイプルストーリーという、作品ですね。これはもう韓国企業が韓国ユーザーに対して提供した、ということですよね。で、それを、例えば日本だとか、それ以外の地域にも配信していったということです。一番最初に配信開始されたのは2003年ということですから、約18年前に発表された作品ということですよね。で、今でも韓国ユーザーを中心にたくさん遊ばれているゲームということです。登録ユーザー数は全世界1億8000万人超ということですね。韓国における登録ユーザー数は人口の 45% に相当ということで、何らか韓国の、方であれば、このメイプルストーリーっていうのは、触れたもしくは遊んだ、経験があるような、そういった人気作品になっているということですね。シリーズの累計売上高は30億ドルということで、単純計算で1ドル100円というふうにもし単純計算するならば、今まで累計で3000億ぐらい、このメイプルストーリーで売ってきたということです。はい。で、このメイプルストーリーに関しての、ビジネスモデルとしては、対象者は、韓国ユーザーですね。もちろん、その日本のユーザーとか、もしくはアメリカのユーザーとか、ヨーロッパのユーザーも遊べるんですけど、実際売上利益のほとんどっていうのは、実際は韓国ユーザー経由です。なので、韓国ユーザーに、無料オンラインゲームを提供してですね、もともとはパソコンです。パソコンのオンラインゲームですね。だから、ユーザー同士がオンラインでつながってる、っていうゲームですよねを提供して、無料で遊べるんだけれども一部の有料アイテムに関しては課金、ということですよね。だからその、特に、ハマって、すごくこう、熱中して遊んでる、ユーザーからですね、有料アイテムを、買ってもらってその課金収益を得るというのが、ビジネスモデルの1というふうになっているということです。はい。で、もう一つの代表作は、アラド戦記という作品で、こちらの方は今度は中国で人気があるゲームということなんですよね。もちろん韓国でも人気はあるんですけれども、はっきり言って人口の数が全然違うので、遊んでるユーザーの数も、はっきり言って中国の方が圧倒的に多いということですね。全世界の登録ユーザー数は7億人超ということで、これははっきり言った中国の、人口があるからこそ、登録ユーザーが7億人超というふうになっているということです。はい。累計売上高は150億ドルなので、すごく単純計算で1ドル100円でもし考えるならば、1.5 兆円以上、ですね、売上が上がった作品ということになります。ちなみにこのアラド戦記の、提供会社っていうのは、ネクソンが買収した会社なんですよね。買収した会社が、アラド戦記っていう作品を持ってて、今はそのネクソンの、グループ会社が提供しているという形になっています。で、こちらのアラド戦記の方は、誰にっていうことで、中国企業になんですね。中国の場合は、オンラインゲームっていうのを、外資ですよね。要するに中国の外の企業、外資系の企業が中国の、ユーザーに直接配信するっていうことが、法的に禁じられているということです。だから中国にとっての外資、例えば日本企業だとか韓国企業は、中国ユーザーに直接オンラインゲームを配信することができないんですね。だから中国ユーザーにゲームを遊んでもらいたいということであれば、中国の企業に、結局提供してもらうしかないということなので、だから直接中国ユーザーに対して、配信してないという状態になっています。だから対象誰なのか、要するに売上を、ネクソンに売上収益をもたらしてくれるのは誰なのかっていうと、企業なんですね。中国企業で、この中国企業が中国ユーザーに、配信して収益を得ると。でその中国企業が得ている収益の一部を、ネクソンに、結局権利収入という形で、支払うということになります。なので、中国企業に無料オンラインゲーム配信を許諾して、ライセンスして、そして、著作権料みたいな形で、権利収入を得るというのが、ビジネスモデルの2ということになっているということですね。で売上構成費なんですけれども、もちろんね、この 2作品以外の他のたくさんの作品も全部合計してということになりますけれども、韓国ユーザーから約 56%、 売上の 100% のうちの 56% は韓国ユーザーから上がっているということですね。で残りの 36% っていうのは中国企業からです。で、一番の、中心顧客はテンセントですね。中国のテンセントが、ネクソンの、ゲームですよね。アラド戦記とかを、中国ユーザーに配信してくれていると。で、テンセントが、ネクソンに、結局ライセンス料というのを払っているということです。なので、韓国が56、中国が36ということで考えると、単純に足し算して、92% ということですよね。なので、韓国、中国関連での売上が 92%、それがネクソンという会社です。だから、日本の東京証券取引所に上場している会社ではあるんですけれども、はっきり言ったら韓国企業っていう感じですよね。その企業の売上とか利益の実態からすると。日本ははっきり言ったらそういった管理業務をやってるということですね。もちろんその日本のユーザーもネクソンのゲームっていうのは遊べるんですけども、売上の構成費も小さいですし、はっきり言って赤字事業なので、もう考えるとしたら韓国のユーザーにとってどうなのかとか、中国のユーザーにとってどうなのかっていうことだけを考えていくということで大丈夫ということです。では以降、ネクソンの使用指標の確認ということなんですけども、時価総額に関してはこの動画を撮っている時点で2兆972億の企業ですということですね。で、PER、プライス・アーニング・レイシオ、株価収益率ですね。分子が株価、分母が1株当たりの当期純利益ということで、1株当たりの当期純利益の何倍の株価になっているかということで、22.1 倍という数字になっています。16.6 を目安にしたならば、1.3 倍割り高という言い方もできますし、それだけ株式市場から評価されているという言い方もできると思います。それから PBR ですね。プライス・ブック・バリュー・レイシオ。株価純資産倍率ですね。分子が株価、分母が1株当たりの純資産ということで、1株当たりの純資産の何倍の株価になっているかということで、2.91 倍ということです。仮にこれを 1.25 というのを目安にした場合は、約 2.3 倍ですね。割高という言い方もできますし、それだけ1株、ネクソン1株に株式市場が価値を感じているという言い方もできます。と思います。それから営業利益率は 38%、 売上に対しての営業利益の割合が 38% ということで、仮に目安を 7.2 とした場合は約 5.3 倍利益率は高い企業ということですね。それから生産性、従業員1人当たりの営業利益ですけれども、こちらの方が1人当たり1772万円の営業利益になっているということで、目安を300万円とした場合は、約 5.9 倍生産性の高い企業ということですね。で、ROE ですね。リターンオンイクイティということで、自己資本利益率ですね。分子が当期純利益、分母が自己資本、純資産ですね。なので、ネクソンという企業が純資産をどれぐらい上手に使って、当期純利益を稼いでいるかという、資金の効率性、お金の使い方の上手さを測る指標ということですね。こちらの方は 7.9 ということで、10.6 を目安にした場合は約4分の3にとどまっているといういうことですね。だから、ROE に関してははっきり言って低い企業ということです。なんで利益率が高いのに ROE が低いのかって言ったら、これはもう簡単で、分母の純資産がすごく大きいからということですよね。だからすごくたくさんの資産を使っている、少なくても会計の貸借対照表っていう帳簿上はすごく大きな純資産を使っている割には、当期純利益の額が小さい状態になってしまっているということですよね。だから分母が大きいので ROE が小さくなっているということです。はい。で、オンラインゲームの先駆者らしくということでですね、2003年とかからですね、結局やってるわけですから、今から18年前とかから、結局ね、インターネットで、お互いユーザーが、つながる、交流できる、そういうオンラインゲームっていうのを、2003年、今から18年前から始めてるということで、当然ね、この先行者利益みたいな形でですね、利益率も高いということですよね。で、毎年利益率が高い。それで、結局、毎年、貸借対照表の利益剰余金っていうのがどんどん数値としては大きくなっていったということですよね。しかし、だからこそということでもあるんですけど、ROE ですね、自己資本比率は低下してきているということです。要するに分母はですね、どんどん大きくなっているわけですよね。で、分母が大きくなれば、当然 ROE をもし横ばいでするということでいけば、分子はさらに大きくしていかないといけないわけですよね。分母が大きくなりました。じゃあ次の年は今までと同じ当期純利益の額じゃなくて、もっとたくさんの当期純利益の額を上げないと ROE が維持できないわけですよね。でもネクソンの場合は毎年利益率が高い状態でビジネスをやってきて、分母はどんどん大きくなっていったわけですけど、それに対して利益額っていうのが正直あんまり伸びてきてないという状態ですね。なので分母が大きくなって分子が横ばいに近い状態なので、結果的には ROE があんまり上がらない、逆の言い方をしたら下がってきているということですね。はい、では、今後利益率を大きく向上させることで ROE が上がっていくかということで、今回はちょっと ROE ですね、自己資本利益率で考えていきたいと思います。なんでかっていうと、投資家が得ることができる、結局その株主としての利益ですよね。その利益っていうのは、例えば売却益っていう部分、それから配当っていう部分、その両方を合わせた部分っていうのを、今回は株主の利益というふうに考えたときに、売却益プラスですね、結局配当益で、結局その株主のその持ってる、例えばネクソン1株の価値っていうのはどれぐらい上がっていくのか、1年あたりどれぐらいネクソン株の価値、持ってる価値っていうのが上がっていくのかって言えば、それは ROE の分だけ上がっていくっていうことなんですよね。だから ROE が 15% ってことは、ネクソン株を持ってたら1年で、結局この1株の価値が 15% 上がったっていうことになるわけです。それがもし 7% っていうことであれば、1年ずっとね、ネクソン株を持ってたにもかかわらず、結局株がですね、の価値っていうのが 7% しか上がらないということになるわけですよね。で、7% っていうのは、例えば銀行の預金とか、そういったのに比べればすごく投資対効果はいいんですけれども、ただ株式投資っていうのは株価の上下変動がすごくあるんですよね。銀行預金っていうのははっきり言って、ある意味もう預金なので、結局その価値が下がるってことはないわけです。マクロ経済のそのね、インフレっていうのが起きない限りは、基本的には例えば100万円は100万円、1年後も100万円の価値はあるわけですよね。でも株式投資の場合は1年あたりで株価変動っていうのがあるわけです。その株価上がったり下がったりっていう変動をリスクって考えるならば、やっぱり日本株の投資っていうのは、1年間で 7% ぐらいはリスクがあるっていうふうに考えるんですよね。それぐらい上がる可能性もあるし、下がる可能性ももあるということを考えると。で、だったらリスクとリターンって考えたときに、7% ぐらい、価格変動リスクがあるんだったら、当然 7% 以上は当然リターンを期待するというのは、投資家としては当たり前なので、そう考えると、ネクソンの ROE7% 台っていうのは、投資対象の、検討になるかどうかっていった時の、かなりギリギリの数字ということになるわけですよね。もうこれ 6% 台とかっていうことになると、はっきり言ってリスクとリターンが見合わないということになるので、投資対象には極めてなりにくいということになるわけで、ネクソンの場合は 7% 台ということで、これが上がっていかないと、あんまり投資対象としては魅力的な企業とは言えないということですよね。なので、今回はこの ROE っていうところに焦点を絞って、利益率を上げて ROE を上げていくことができるのかということを考えていきたいと思います。はい。で、結論からすると、難しいというふうに分析しています。その理由なんですけれども、資金が本業へ効果的に再投資されてない、つまりゲームの企画開発、マーケティングですね。っていうのに、効果的に再投資されてないからということです。はい。例えば、ですね、ネクソンという会社の総資産の中で、どういったものが数字として大きくなっているかっていうと、現預金、定期預金、その他金融資産ですね。この3つを合わせただけで実は総資産の8割になっています。はい、ちょっと一番右のですね、構成価値というところで見ていきたいと思うんですけれども、一番右の構成価値の一番上ですね、現金及び現金同等物、これが4720億です。ネクソンの現金及び現金同等物っていうのが4720億ですね。で、1つ飛ばして、2番目の営業債権及びその他債権っていうのは飛ばして、3番目のその他預金ってありますよね。その他預金。これは定期預金です。だから上の現金及び現金同等物も預金なんですけれども、3番目のその他預金というのは定期預金なので、これも実質預金なんですね。これが982億あります。はい。それからその4番目のその他金融資産流動、これはとりあえず置いておいて、飛ばして、なんでかっていったら一応本業に関係があるものに投資している可能性があるからということですよね。なので、4番目のその他金融資産流動というのはとりあえず飛ばして、5番目です。その他の金融資産非流動ですね。これは注意書きがですね、実際有価証券報告書の中に載ってるんですけど、はっきり言って本業に直接は関係ないものにお金を投じてると。どっちかといったら長期的な考え方で、お金を投じてるということですよね。その関係構築とかですね、そういったちょっと直接とにかくゲームの企画開発マーケティング以外の部分にお金が使われてるっていうのが非流動ということです。なので、それが結局1951億ということになります。なので1番目の現金及び現金同等物4720億、それから1つ飛ばした3番目のその他預金982億、それから1つ飛ばした5番目のその他金融資産非流動、これが1951億ということで、この3つを足すとですね、総資産の8割になるんですね。だからほとんどお金を寝かしている状態ということになります。で、韓国ですよね。結局、ネクソンっていうのは東京証券取引所に上場している、日本企業という扱いにはなるんですけど、実質、親会社に該当するような持ち株会社と、ゲームの企画開発、製造を行っている子会社の企業は両方とも韓国なので、韓国っていう、市場、マーケットに関して言えばですね、ネクソンは、市場規模、言語、地の利からして、今後もしばらく好調が続く可能性はあるというふうに、考えます。まず、その韓国だと、例えばヨーロッパ、アメリカ、それから日本っていうね、いわゆる先進国がですね、あんまり積極的に、例えばゲームというので、市場参入していきたいという、やる気というか動機になりにくいということです。一つは市場規模が小さい、はっきり言ってね、住んでる方々っていうのが日本人よりも半分近くということですから、日本は1億2600万人という人口だったりしますけど、韓国はもうその半分ぐらいということで、まず市場規模が小さいということで、アメリカの企業、日本企業が本気を出して、その韓国のゲーム市場っていうのに入っていくっていうのは、ちょっと動機として、やる気としては、すごく湧きにくいということですよね。それから言語ですね。言語に関しては、韓国は当然ですね、ハングルということになるわけですけれども、韓国語ですよね。この韓国語っていうのは、結局韓国の方々しかはっきり言って喋んないわけですよ。北朝鮮、韓国の人たちしか喋んないんですよね。だから、その英語とか中国語みたいに話してる人たちが多いとか、他の国の人たちも話すということであるとね、学ぶ、要するに外国人が学ぶ、やる気とか動機になるわけですけど、韓国語に関しては極論韓国でビジネスするためだけに、わざわざ一言語を体得しなければならないということですよね。で、一つの言語を体得するってやっぱり並大抵の努力じゃないので、はっきり言って労力に対してリターンが、期待できるリターンが小さいということですよね。結局韓国語は韓国の人、日本語は日本の人っていう感じで、世界の中でもその民族の人しか喋んない言語っていうのは、外国人が学びたいという積極的に勉強して体得したいっていう、やる気動機になりにくいということですよね。市場規模も、はっきり言ってそのアメリカ企業とか日本企業が韓国のゲーム企業っていう、ゲーム業界に参入するっていう意味では、市場規模っていう意味での魅力も小さいし、あとわざわざ韓国語をもう一回ね、別の外国語という形で、マスターしたいかっていうことであると、韓国にとっては逆に言えば言語が、参入障壁になるということですよね。韓国語っていう言語で、ある意味、外国から守られている参入障壁になるということです。あとは地の利っていうことで、やっぱり韓国人の考え方、価値観ですよね、文化、そういったものが、よく分かってるわけですから、実際そのネクソンのゲームの企画開発製造っていうのは実際韓国の子会社がやってるわけなので、韓国人の人たちの、日常生活からして、民族とか文化風習からして、合うものっていうのを作りやすいということですよね。そういった意味でやっぱりネクソンは韓国っていう市場マーケットにおいてはかなり優位性は持っているということです。だから今後もですね、しばらく好調が続く可能性はあるということですけれども、もう一つの中国ですよね。結局売上のですね、もう一つっていうのは中国経由っていうのが大きいですし、利益はむしろこの中国経由っていうのはすごく大きいんですよね。なんでかっていうと、中国の場合はライセンス収入なので、結局テンセントとか中国企業がネクソンに対して払ってくれる利益っていう、払ってくれる収益っていうのはライセンス料なんですよね。だからライセンス料ってことはほぼ利益ってことなわけですよ。要するにもう製造原価とか全然かかってない、わけですよね。要するにもう著作権料みたいなのを払うっていうことになるわけですから、テンセントから入ってくる売り上げってほぼ利益ってことになるわけですよね。だからすごく利益の額が大きいんですよね。でもう一つの韓国に対しての中国っていうことに考えると、まず市場規模、中国政府による規制、ゲームの品質からして、ネクソンは今後も中国市場マーケットにおいて競合優位性があるようには見えないということです。中国ってなると今度は韓国とは別ですよね。本当に人口が13億、14億人ということで、はっきり言ってアメリカ企業も日本企業も中国にはできれば参入したいわけですよね。どうせゲーム作るっていうんだったらやっぱ中国のユーザーの方々にたくさん遊んでもらいたいと、そしたらね、ユーザーの数が何千万人じゃなくて何億人っていう形で一桁変わるわけですから、参入したいというね、やる気動機、モチベーションはすごくやっぱりあるわけですよね、アメリカ企業、日本企業にとって。そして、中国政府による規制ということで、ネクソンは、例えば日本企業って考えても韓国企業って考えたとしても中国においては外資という、扱いになりますので、直接、中国ユーザーに直接配信するということができないわけですよね。ではそのゲームはもう中国で配信しないでくださいということで政府が規制すると、一発で配信が止まったりっていうこともあり得るということですよね。そういう意味でネクソンは中国においては決して有利な企業とは言えないと。要するに中国には中国の、そのゲームの企画開発製造会社ってあるわけですから、だからその中国企業と結局競争する、戦うって考えた時にネクソンは決して有利な状況にいるわけじゃないということです。あと肝心要のゲームの品質ですよね。もう仮に市場規模が中国は魅力的ですと、だから中国でオンラインゲームを事業をやりたいと。で中国政府の規制ももしクリアできていると、今後もクリアずっとされ続けるということであった時は、最後はユーザー、中国のユーザーがじゃあね、例えば中国のゲーム会社が配信しているゲームを選ぶのか、韓国企業が配信しているゲームを選ぶのか、日本企業が配信しているゲームを選ぶのか、もしくはアメリカ企業が配信しているゲームを選ぶのかっていったら、最後はやっぱり品質、どれぐらい刺激的で面白いかっていうことでやっぱり選んでくるということになるわけですけど、そういったいろんな角度から市場規模とか中国規制とか、あとはゲームの品質とか、いろんな角度から見たときに、結局にですね、今後も競合優位性があるようには中国マーケットにおいては見えないということです。例えばその、中国においての、ネクソンの一番の、看板作品っていうのはこの「アラド戦記」という、作品になるわけですけど、実際のゲーム画面っていうのはこれぐらいの、品質クオリティということですよね。それに対して、ね、中国でも当然ゲーム会社ってあるわけですよ。スマホを通じてオンラインゲームっていうのを配信してるわけで、中国のゲーム会社の一社でミホヨというゲーム会社があったりするわけです。これはあくまでも一参考一例として今回挙げたんですけれども、こちらの方が例えば「原神」というね作品を配信していて、これ日本でもすごい人気になってるんですよね。本当にこう渋谷とか原塾とか、でですね、すごくこうね、見かける、なんかこう山手線のですね、結局車両をなんかね全面的にこうジャックするみたいな感じで広告、を、打っていたり、するんですけども、これぐらいのクオリティ、これゲーム画面の、一場面ということになるわけですけど、これぐらいのクオリティの、結局ゲームっていうのを、中国のゲーム会社が中国ユーザー、そして日本ユーザーに対して配信しているということですよね。でそうなった時に、今の「原神」とかっていう作品は、企画開発マーケティングに100億以上かけて、ローンチされてる、要するにこう提供が開始されてるということですよね。だから全然こうかけてるお金が違うっていう感じです。なので、結局どんなゲームを作るのか、その企画ストーリーですよね。で開発ってなると当然こう CG ですよね。コンピューターグラフィック CG を今度は作っていくわけですから、そういった開発ですよね。あとは実際中国ユーザーにどういうふうに遊んでもらうかっていうことで、販売促進マーケティング、こういったのに、例えばさっきのミホヨの原神に関しては最初の初期で100億ぐらいかかっているということですよね。こういった企業のこういったゲームと、結局競争してどっちのゲームをより中国のユーザーに今後も支持してもらうのかということで、ネクソンのゲームって勝ち続けられるんだろうかといった時に、正直かなり難しいんじゃないかなということですよね。はっきり言ってね、総資産の8割を、はっきり言ってお金として、本業のゲームに投資しないで寝かしてる状態なので、ネクソンは。なのでちょっと、この状態ではかなり、勝ち続けるのは難しいんじゃないかということで、ネクソンが今後当期純利益率を上げながら ROE 自己資本利益率も上げていくっていうのは、難しいというふうに考えています。ゆえに、PER ですね、株価収益率 2.1 倍っていうのは割高と、正直過去のですね、正直、実績に基づいているというふうに思います。PC、パソコンのオンラインゲームの先駆者ということで、2003年から配信して、約18年前からオンラインゲームというのをやっているということで、それに対しての今までの過去の、実績とか、知名度、ブランド、そういった部分っていうのがあって、この PER の評価なんだと思うですけれども、将来っていうふうに考えると、かなり難しい、厳しいんじゃないかなというふうに考えます。よって、株価は企業価値相当まで下落していく可能性が高いということですね。以上、株価予想をまとめると、短期に関しては上昇傾向で、上昇が続く可能性が高いということで、4月から9月まで5ヶ月下がってたんで、その反発で1ヶ月上がってるんですけど、もうしばらくは上がるんじゃないかということですね。で、長期に関しては本業のゲームへの投資が消極的ということで、もっと企画開発マーケティングにお金を積極的に投資しないと、はっきり言ってゲーム業界で勝ち続けるのは難しいと思います。なので、下落の可能性が高いということで、短期的には上昇、長期的には下落というふうに予想します。ということで、今回のテーマ、ネクソン株価予想ということで、2337円ですね、しばらく上がるかもしれませんが、長期的には、今回は1709円を株価予想というふうにしたいと思います。毎日更新の励みになっています。高評価並びにチャンネル登録をお願いいたします。4大特典をプレゼント中です。説明欄からのメルマガ登録にてお受け取りください。最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。